どうも皆さんこんにちは、チャックバツです。本日はですね、JR 東日本が JRE 番号ですね、2024年5月からサービス提供開始を発表しましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。 はい。ということで、えー、早速ね、内容に入っていきたいなと思うんですけれども、えー、JR 東日本ニュースということで、2024年4月9日にこちらね、プレスリリースが打たれております。えー、JRE Bank サービスを5月より開始しますということで、えー、2024年5月9日に、この JRE Bank っていうのが、えー、データ金融サービスとしてね、えー サービスを提供開始になります。今回ね、こちらサービス開始によってですね、このネットバンクサービス新指導ということで、このね、JRE もですね、こういったね、金融サービスを始めて、JRE ポイント生活券っていうのをね、拡大していきたいみたいなんですよね。ですので、まあ、電車だけのね、サービスじゃなくて、いろんなね、金融サービス等々もね、提供して、 え、サービス拡大をね、狙っているっていう感じなんですかね。まず概要なんですけども、サービス名称は JRE バンク JRE バンクはね、開始になります。で、サービス開始が2020年5月9日12時。所属銀行は楽天銀行株式会社銀行代理店業が株式会社ビューカードっていう風になります。で、支店名が JRE 幅江武支店、JR 時支店、JR 小町支店ということで、これは新幹線の名前に あれしてるんですかね由来してるのですかねで、サービス提供は JRE バンクアプリ、JRE バンクスマートフォンウェブサイトということで、この2つでね、提供されるっていうふうになります。で、今回ですね、楽天銀行がですね、所属銀行になっておりますけども、楽天銀行口座をすでにお持ちの方も JRE バンクを追加で開設できます。JRE ポイント会員番号と連帯により、 JRE ポイントがね、貯まるということで、JRE バンクの口座において、楽天 ID との連携はございません。また、楽天ポイントは貯まりませんということで、基本的に JRE のね、ポイントが貯まっていて、口座の推移により、JRE は、はやぶさ支店、とき支店、小町支店の順に指定していただく予定というふうに、 なってるみたいで、すねでこちらはね、スマートフォンアプリ、JRE b a n がね、アプリがこういった形になっておりまして、まあ冒頭から言ってる通りですね、こちらのサービスはまだ始まっておりませんので、まあこちらね、ログインするとこういった感じになりますよ。JRE ポイント獲得状況が、まあこういった感じで見れますよということで、記載がされております。で、講座解説をしていただくと、JCB と提携したブランドデビット機能付きのキャッシュカード、JRE b a n デビットがね、こちらね、届くということで、これにより j c JR 東日本グループがすでに有している追加ビューカードに加え各省下台における新たな決済方法としてお客様の多様なニーズにお答えしていきますということでこちらはねデビットカードっていうふうになりますのでこの JRE バンクにお金を預けてこちらを使うと使った瞬間に落ちるっていうデビットカードになりますでポイントはね一応貯まります20歳以上は500円ごとに1ポイント20歳未満は200円ごとに1ポイントということで還元率はねまあ20% 歳未満の方はね、で、16歳未満の方にもね、発行できるみたいなんですけども、18歳未満のお客様にはデビットカードが機能しないキャッシュカードを発行するっていうふうになります。で、冒頭にもね、言った通り JRE 生活券っていうのをね、今後提供していきたいみたいで、JRE バンクは JR 東日本部の起用領域を活かした特典提供を通じてべての お客様に心豊かな毎日をサポートしますということでまたね特典とかもこのね jre バンク優待割引券であったり、えー、どこかにビュー2000ポイント割引クーポン スイカ、モバイルスイカ限定スイカグリーンえ東日本グループ特典とかね、まあ、詳しいところは、ね、後で見ていきますけども、まあ、ポイントが貯まったり、各種銀行の取引でポイントが貯まったり、駅のね ATM が引き出し無料でね利用することができたりいたします。で気になるね特典なんですけども、ここはね結構話題になっておりまして、 口座解説をしていただいて、条件達成していただくとですね、こういったね、サービスが受けることができます。まあ、こちらがね、あの種類になっておりまして、まあ、銀行とかもね、サービスにも下もね、書いてあるわけなんですけれども、まず非常に話題になったのはね、ここら辺のサービスだと、 思うんですよね。まず JRE バンク割引券は4割引ということで、割引券1枚で JRE 東日本営業路線内片道運賃及び片道預金を4割引しますということで、年間判定は2回、最大年10枚プレゼントということで、 こちらね、結構すごいですよね。で、この JRE バンク割引券4割引っていうのは、まあこれはね、どういった感じで利用することができるのかっていう話なんですけども、まあ JR、えー、営業の路線内のか片道運賃及び片道料金を4割引きしますということで、これね、同じようなのが、これ、株主優待でね、ありまして、 これと同じなんですかね。同じだったらね、えー、運賃は当社の営業路線内、片道運賃を乗車券とします。料金は当社エリアの、えー、片道特急券、急、え、行、ー、券、グリーン券及び座席規制として一列車に限りますということで、新幹線等々でもね、使えると思うわけなんですけども、一応ね、対象外がどこだったかな。あ、これか。 えー、と北陸新幹線をご利用する場合はみたいなのも、ね、注釈がありますので、まあ、利用できる区間というのは、ね、ぜひチェックしていただければなと思うんですが、まあ、これが、ね、もらえるんですかね、まあ、これだったら、ね、新幹線でも使えそうですので非常に良さそうですよね。 で、次ですね、どこかにビュー2000ポイント割引クーポンということで、こちらはですね、どこかにビューン通常から2000ポイント引きで提供いたしますということで、このどこかにビューンっていうのは、JR 東日本がお勧めするどこかの一駅で JRE ポイントで往復利用していただけるサービスですということで、まあこのどこかにビューンっていうのが、まあどこかにマイルみたいなね、あの JAL のね、まあああいった感じでイメージしていただければいいと思うんですけども、ああいった感じで JRE 東日本がお勧めするどこかの国へ往復でね、利用すること ができるポイントでね、それがどこかにビューそれの、えー、2000円ポイント、えー、割引クーポンということで、東京、上野、大宮発は6000ポイント、えー、仙台、えー、盛岡、えー、新潟、長松は5000ポイントということで、まあ、こちらであればですね、4000ポイントで利用することができて、えー、なこちらだったら5000ポイント、これが2000円割引なんで、4000と3000ポイントで往復利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、結構強そうですね。 で、次ですね、モバイルスイカグリーン券ということで、これもね、結構話題になってたわけなんですけども、普通列車、グリーン車を無料でいただける、えー、スイカグリーン券を提供しますということで、年間判定は4回、最大4枚プレゼントいただきます。すみません、こっちちょっと4年渡ったんですこちら4回で年間3台12枚ですね。で、このね、モバイルスイカグリーン券なんですけども、 こちらね、JRE ポイントのね、スイカグリーン券の交換画面で、えー、こちらね、利用することができるね、エリアが限定されているグリーン券っていう風になるんですよね。まず、えー、覚えておいていただきたいのは、特急急行新幹線のグリーン車はご利用いただけませんということで、このね、スイカグリーン券っていうのは、 あの、特急、まあ、この路線のね、あの、グリーン車が利用することができる、まあ、県っていう風になりますんで、新幹線とかね、特急とか利用することができませんので、この点はね、ご注意ください。ですので、まあ、このエリアをね、よく使う方、まあ、成田空港も一応入ってますけども、ちょっといいのかなって最初思ったんですけども、特急使えないんでね、はい。ですんで、普通の、 列車、まあ快速とかね、使う方であれば、まあこれがね、えー、成田空港から東京ね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあこれだったらいいのかなっていうところなんですけども、まあこちらもね、あの、ここの管内で利用する機会が多い方はね、 ま、こちらね、あの、後で、あの、条件説明しますけども、結構簡単にね、取れたりいたしますので、このエリアでね、利用される予定のある方はですね、非常にね、いいのではないのかなと思います。で、次ですね、JR 東日本グループの様々な特典ということで、こちらね、あの、また後で解説したいと思いますけども、駅に併設されているビルであったり、百貨店であったりね、そういったところで、え、優待が受けられます。で、 今回ね、JRE バンクということで、銀行のね、特典もありまして、会員ステージに応じた JRE バンクプラスということで、JRE バンクプラスは JRE ポイントをリンク登録するということで、JRE ポイントがもらえるなど、ご利用状況及び会員ステータスに応じた様々な特典をご利用いただけます。で、また次ですね、U e アレットっていうのかなこれ。 ちょっと読み方わかんないですけども、現金の引き出しは無制限に手数料無料ということで、j r 番号口座内で引き出しは、駅の a t m ビューアレットにて上限回数なく無制限で手数料無料とするサービスを行いますということで、これね、めちゃくちゃいいですよね。はい、私ね、会社員になった時ね、電車通勤しておりましたんで、この ATM めちゃくちゃ使ってたんですよね。ですので、ATM がね、無料で引き出し、上限回数なくね、無制限で 手数料無料で利用することができるってね、かなりいいですよね。ですので、首都圏でね、この、こちらのね、特典はね、かなり強いのではないのかなと思います。まあ私自身はね、今もう電車通勤というか、まあ会社員じゃございませんので、まあ今私はね、普通に SBI プラチナデビットとか持ってますんで、月にね、20回とかね、あと月に20回振り込みとかも無料で利用することできてしまいますんで、まあ私はもう使う機会ないんですけども、 電車通勤されている方はね、これめちゃくちゃいいんじゃないかな、なんていうふうに思います。まあ今ね、現金使うことも減ってきたんでね、私が使ってた時よりかあんまりかもしれないんですけども、一応ね、回数制限なく無制限で無料ですからね。しかもこれ後で説明しますけども、あの条件なくね、あの会員ランクが低くてもね、無制限で使えますんでね、これは非常にいいです。それでは次にですね、この JRE Bank の優待の 獲得条件なんですけども、まずね、4割引プレゼント、年間判定は2回、最大10枚プレゼントということで、判定のタイミングは、2024年度に関しては8月12月、それの25日時点。で、2025年度に関しては、一応予定になっておりますけど、6月と12月ということで、今年と来年とで、ね、判定のタイミングが違いますんで、この点ご注意ください。で、判定条件ですね。まずね、資産残高が50万円以上の方で、えー ご利用代金引き落としを利用されていれば1枚給料受け取りしていれば2枚で両方とも利用していれば3枚っていうふうになります。で 300万円以上の資産残高の方で、ビューカードの引き落としを利用していれば2枚、給料の受け取りをしていれば3枚ということで、合計5枚がね、獲得することができます。まあ、給与の受け取りね、変更するのね、ウェブとかでできる会社であればね、まあ、簡単なのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、私は会社員の時はね、これ結構めんどくさかったんでね、利用することなかったですけども、カードのね、引き落とし講座ね、あの、設定するだけで50万以上でね、1枚もらえるっていうふうになりますんで、まあ、これちらね、利用されたいっていう方はね、 これも結構いいいいのではないかと思います一応先ほど説明した通りね新幹線とかもね使えると思いますんでねで次ですねどこかにビュー2000ポイント割引クーポンプレゼントということで年間判定は4回え最大12枚が獲得することができますまず判定のタイミングが今年に関しては8月10月12月3月 ま、こちら来年ですけどね。で、2025年度に関しては、6月、9月、12月、3月ということで、こちらも判定月がね、異なるっていう風になりますので、ご注意ください。で、資産残高は50万以上で、ビューカードのご利用代金引き落としで1枚、給料受け取りで2枚ということで、両方ともしていただければ、3枚ね、こちらのクーポンがもらえます。で、次にモバイルスイカグリーン券ですね。こちらに関しては、判定タイミングは2024年度に関しては、8月、10月、12月、3月。 え、来年度は6月、9月、12月、3月ということで、こちらもね、あの、判定のタイミングはね、今年と来年違いますんでね、ご注意ください。で、こちらのね、判定タイミングなんですけども、資産残高50万円以上ということで、50万円以上入れとけば、 無条件、それ以外の条件なしでね、これもらえるっていう風になりますんで、これはいいですよね。で、先ほど言った通りね、こちらですね、こちらのエリアを利用する方にとってはね、こちらは結構いいのではないかと思うんですけども、全然ね、このエリア使わないっていう方からするとね、あんまりお得ではないのかなっていうところになりますので、この点はご注意ください。で、こちらはモバイルスイカでの提供となる特典の受け取りには、 事前にモバイルスイカの登録および JR ポイントウェブサイトへのモバイルスイカの登録が必要ですということで、まあ私の動画を見ている方はね、登録されている方ばっかりだと思うんですけれども、ぜひね、この j r ポイントウェブサイトへのモバイルスイカの登録ね、忘れずにね、行っといてください。で、それ以外にもですね、今回ね、JR 東日本のグループの様々な特典ということで、まずね、高速バス無料クーポン、これ結構いいんじゃないですかね。50万以上の方に、 丸の絵、新潟港、イルに東京号、東京、新宿、佐野間、片道、料金無料プレゼントということで、これ結構良くないですかはい、これいいですよね。ですので、50万円を放置しておくと、これもね、もらえるっていう風になります。で、こちらのグランディオで対象店舗でワンドリック。こちらは、百貨店みたいなんですけども、こちらの対象店で、 JRE バンクデビットキャッシュカードの提示でワンドリンクはもらえるっていうふうになります。次に JR 東日本ホテルズということで、こちらメズム東京とかね、確かこちらにはね、入ってたと思うんですけども、JR 東日本ホテル対象ホテルでの特典割引ということで、50万円以上入れていていただいて、バースデーを迎える方は、レストランコースをごバースデー特典プレゼントであったり、JRE b a n 決済でホテル料金を利用すると20、20%割引、もしくは優待料金にてご案内。で、C です。 J.I.Bank ダメット決済で直営のレストランバーの基本料金最大10%オフ。こう、いい特典がね、揃っておりますよね。まあ、それ以外ですね、コンビニクーポン、私の動画で見てる方ね、結構もらってる方多いと思うんですけども、これニューデイズのね、アプリもね、 あの、なんか知れないんですけども、アンケートにね、まあアンケートっていうかね、本当にね、申し込むだけでね、お酒クーポンもらえたりしますんで、ぜひね、こちらダウンロードしといていただきたいなと思うんですけども、まあこういったね、特典もね、用意されているっていうふうになりますんで、あとは、これですね、トレンタク。で、レンタカーの割引も、JRE バンクデビット決済であれば、基本料金20%オフ。 ハイシーズンは10%オフみたいなんですけども、これもね、結構企画対象としてね、利用することができるのではないかと思いますので、こちらも結構良さそうですよね。またね、18歳から24歳対象にしたね、特典も用意されております。まあ、こういったところですよね、こちらがまあ、優待の一覧になっておりまして、次にね、JRE バンクプラスの 銀行の方の特、ね、典になるわけなんですけども、JRE Bank Plus 詳細についてということで、JRE Bank Plus は JRE ポイントをリンク登録することで JRE ポイントがもらえるなどご利用状況及び会員ステージに おうちは様々な特典をいただけるサービスですということで、JRE バンク k 講座ご利用状況をおいて会員ステージが決定いたしますということで、会員ステージ、銀行の会員ステージといえば、やはりね、あの、au 自分銀行ね、今私はもうね、あの、そんなに上位のね、ステータスってなってはないんですけども、昔ね、 毎月1600ポイントとかね、もらいましたよね。こちらね、あのー、今もね、利用されてる方多いと思うんですけども、普通にね、50万寝かしとけば、ゴールドになれて、月10回ね、無料で出勤できたりね、月10回手数料無料で利用することができたりするんですけども、まあ、これと同じような感じの、まあ、サービスがね、えー、開始になる感じですね。スーパービップだと、えー、残高300以上、または、えー、取引三30件以上で、引き出し手数料が無制限ですね。で、 定型の ATM も、えー、預け入れ引き出しが、えー、月7回他、えー、銀の振り込みが月3回ということでやはりねこの手数料はねあの一番見るところでこれがねどの会員でも、えー、無制限でね利用することができるっていうのは非常にいいですよねですけどもここがちょっと弱いですかね他銀への振り込みが月3回一番ね上の会員になっても月3回っていうふうになりますんでここはちょっとねもうちょっと増やしてほしいですよね。 まあ私もね、先ほど言ってると思うんですけども、s b i プラチナデビットはね、月に今20とかもらえてるんで、もう本当にね、こっちも利用しなくなっちゃいましたし、まあこちらもね、これ目当てでは発行することはまあないかなっていうところなんですけども、まあどの会員でもね、無制限でお金出金できるっていうのはね、いいところですよね。で、またですね、会員ごとの JRB、JRE ポイント獲得数ということで、まあ他銀のね、振り込みとか、また給与、電金受け取りとか、そこかの口座振り込み、 ととかしていただくと、まあ、300 3万以上であれば3ポイントビューカードの口座振り替え5000以上とか、ね、コンビニ払いとかしていただくと10ポイント公営競技宝口とか利用していただくと1ポイントが、ね、獲得することができるということで <laughs> au 自分銀行を、ね、あの利用された方ね結構イメージしやすいかななんていうふうに思うんですけどもまあ、いろんなことをね利用していただくとポイントがねもらえる制度っていうふうになります。 で、冒頭にも言ってる通りね、こちらサービスが5月から開始になるということで、まあこちらをね、利用されたいという方はこちらね、見て講座解説ね、していただければなと思います。一応ね、先ほど言ってなかったかな。はい、講座解説のキャンペーンをね、控えてるっていうふうになりますんで、こちらですね、はい、サービス当時に JRE ポイントがもらえるお得な講座解説キャンペーンも実施予定ということで、キャンペーンが来てからね、講座解説していただくのがね、いいのではないのかなと思います。 はい。ということで、えー、JRE ポイントはですね、こういったね、JRE ポイント生活圏っていうのをね、まあ目指しているということで、今回ね、こういったサービスが、まあ、開始になるっていうところですよね。まあ、マイラーとしてはですね、これ JRE ポイントっていうのは、まあ、ANA マイラーね、ルートを組めば、えー、交換することはできるんですよね。でもですけども、50%切るぐらいになっちゃいますね、ANA マイラーだとね。 ジャルマイルだと JALSuica を持っていると確かそうですねショッピングマイルプレミアム加入している方は1500ポイント1000マイルっていうところでねまあお好みにはなりますけどもね一応マイルにも交換することができるっていうふうになります。 はい。ということで、今回ですね、JR 東日本がですね、JRE Bank 発表いたしましたので、解説させていただいたわけなんですけども、今回のね、サービスに関しては、JR 東日本でね、利用されている方で、スイカグリーン券とかね、4%オフチケットとかね、もらえますけども、まあ、ここら辺をね、うまく活用できる方はですね、かなりね、いいのではないのかな、なんていうふうに思いますので、ぜひ参考にしてみていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで p p 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサン診断ね、やっておりますので、ぜひね、こちらから無料で利用することできますんでね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ